はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。はい、いらないエコゲーム真実の章7回目ですね。はい、やっていきましょう。んでね、8月5日がいろいろあって、で8月5日っていらないエコゲームがスタートした日なんだよね。うん、でまあ時間が24時間表示だから、おそらくこの1月10あ1ごめん1時10分っていうのが一番こう古いっていうか前の出来事だと思うんだよね。うん、だからこれからやっていこうと思います。おそらくこれだと思う。うん、いきます。2011年8月5日17時10分峰貞治。すごいな、吉和、また入賞したのか。そんなに大したことないやってないよ。大げさだな。大したことないつもりでも世間様にはそうじゃないってことよ。将来が楽しみだわ。家の中には4人いるけれど、いつも響き渡っているのは3つ分。ん？どうした？そんなところに突っ立って。ほらお前も見なさい、また吉和が入賞したんだぞ。兄としても鼻が高いだろう。うん、これはトンビが鷹を生んだかしらね。あなたの時はそんなことなかったのにね。わざとではないと理解はしていたけれど、そこにある違いを理解できないほど僕は残念ながら盲目的にはなれなかった。よしかず、よしかず、気をつけて行ってくるのよ。はい、行ってきます。玄関には4つの名前が記載されているけれど、響き渡る名前は1つだ。行ってきます。関わりがないというのはそこにいないのと一緒だ。誰からも気にかけてもらえないというのは僕がいないのと一緒だ。今度の日曜にさ、みんなでカラオケでも行かね？いいね、いいね。じゃあ俺、仲いい上司の連中誘ってくるわ。あの僕、あれ、お前も来たいの？それはどこに行っても一緒だった。悪意はないと言い聞かせた。向こうは心底キョトンとした顔で聞いているのだから。だからそれはただの質問、そう思った。何回も何度も繰り返しても、そう、それはただの質問、そう自分に言い聞かせて長い時間が経った。あ、悪い、なんか人数間違えたみたいで足りないんだけど。まあいいよな。あー、ペアが一人余っちまうんだ。一人で出てもらってもいいか？周りにはたくさんの人がいるのに、いつまで経っても僕にかかるのはそんな声ばかり。どこに行っても、立っていても、座っていても、走っていても、泳いでいても、気がつけば僕は一人で、気がつけば僕はみんなの周りを一人でぐるぐるしているばかりだ。あー、ちょっと面倒な作業があるから手伝ってくれないか？そんな中、僕へと向けられた声、最初は初めて必要とされたことに喜んだけれど、それが僕の思った意味とは違うのだということに後から気がつく。あれ、運んどいてくれ。いや、ちょっと今忙しくて。なんだ、使えねえな、僕にかけられる言葉。けれどそれは僕自身ではなく、僕がそうするから向けられる声。そうしなければ僕はみんなの目の前、目から消えていく。そうしない僕はここにいる意味も価値もない。そのことに気がつくと、僕の中から一つ言葉が消えていた。あ、ついでに俺のも頼んでいいかな？あ、いいですよ。私のも。はい、わかりました。何をしているんだろう。時折考える。こうしていたところで何も変わりはしない。いつもと同じ明日がまた来るだけだ。そんなのは嫌だったけれど、こっから離れたって変わらないのは一緒だ。だから、それなら。手伝おうか？いや、いいよ。これは僕が頼まれたことだから。せめて存在意義を示そうと思った。それさえもなくなってしまったら、僕は本当になくなってしまうから。誰の目にも映らず、誰にも必要とされない。そんなことに僕はもう耐えられない、そう思ったのに。おう、ミカ、どうだ、こんばんあたり。バカなこと言ってないでよ、トール。さっきからあの子見てるじゃない。ああ、あいつなんて見たからって何も変わらないだろ。いつも黙って何考えてるかわかるしね。ちょっと、聞こえるわよ。別に言っての。聞こえてムカつくの何があってくれすればいいんだ。俺はイジイジしたの嫌いでね。まあ、それはわかるけどさ。あれはいつのことだったろうか。
目の前で一組の男女が仲つむまじく語り合っていた。彼らの目には僕はそこら辺の椅子と変わらないみたいだった。結局僕はいてもいなくても同じ。後でその男女が破局したと聞いた時は心の底からざまあみろと思った。おい、そこに立ってるな、お茶持ってきてくれ。今も当たり前のように僕は顎で使う男けれど、その姿は虚勢だっていうことを僕は知っている。いや、僕だけじゃない、みんなが知っている。かつてはこの山の大将だった男は、今ではみっともなく過去の栄光にしがみつく情けない男へとなり下がった。そんな姿を見ることが僕のひそかな楽しみになった。さて、どうしてやろうかな。鯨岡先輩に連れてこられた地下で参加することになったゲーム。説明を受けながら僕は胸が高鳴った。ああ、なんて素晴らしいゲームなんだろう。ペナルティというのは何なのかわからなかったけれど、おそらくは人生が破滅するようなものに違いない。そうでなければ鯨岡先輩があんなに必死で止めるわけがない。みんなはきっとお利口さんに進めていくだろう。だから僕はその時だけ全知全能の神になれる。あの男に鉄槌を食らわせてやろう。このまま見ていても楽しいけれど、できれば僕が直接手を下してやりたい。その後ぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないから、なかなかみんなには難しいかもしれないけれど、あの女はどうせそうなるだろう。高揚感が僕を包む。この時になって初めて僕は自分自身の意味を理解した。関わりが少ないというのはそこにいないのと一緒だ。誰からも気にかけてもらえないというのは僕がいないのと一緒だ。だから僕はこのゲームの神になる。だって僕はここにいないから。誰も僕なんて見てないから。部屋に入ってドアが閉まる。しばらくしてゲームが始まった。予定通り誰も脱落せずにゲームは進んだ。きっとみんなは安心してお茶でも飲んでいることだろう。その姿を想像して僕は口の端を吊り上げた。さあ、ゲームを始めようか。はい、いやー、こんな感じだったんだね。ミネくんね。まあ、とりあえず今回はここで終わろうと思います。はい、それじゃあ終わります。バイバイ。